るか、どうぞ。240、無理だ、すまん。マグノリアで事件の誤報があった。ポスト通りのクランペット屋はどうだ。感謝する、3-0-3。本部、免許証番号の確認を頼む。おいおい、こちらマッシュの巡査、点々だ。場所はルイスアベニュー1452番、応援を要請する。了解した。手が空いたものは。何もしてないって。大丈夫だからな。地面に捨てろ。近況報告、ジェンから返信は？いや、まだ。そのうち来ると思うけど。ははん、どれ見せて。ジェン、今晩パーティー行く。あのさ、あの話忘れたの。無難すぎるでしょ。苦手なんだよ。お、じゃあ、よう、ジェン、今晩よろしくな。手錠持ってこうかってのはどうだ。ふっける、性欲魔人かよ。まあ、ここは恋の魔法使いに任せなよ。ああ、でもダサいこと書くなよ。キューピッドに奇跡は起こせないっての。おい待て、送る前に見せろよ。もう遅い。今夜会えるの楽しみにしてる。は、めっちゃ普通じゃん。それでいいの、絶対返信来るから。今夜行くかまだ迷ってんだよな。え、なんで？絶対楽しいのに何が嫌なの？あ、パーティーってどれも同じじゃん。人が多くてやかましくて、みんなベロッベロで。あのね、ショーン、それがパーティーってもんなので。ドキドキして死にそう。父さんだ、まっすぐ帰ってくるかって。ったくガキじゃないっつうの。心配されてるってことじゃん。そういうのありがたく思っといた方がいいよ。あ、ジェンだ。私たちと会うのが待ち遠しいってさ。え、マジで？やった。キューピッドの魔法が効いたってことだね。ああ、でも何着てけばいいかな。コンドーム。性教育の授業だけは熱心に聞いてんだな。よう、二人さん、いつ出所したんだ。うっせえよ、このクソ野郎。あいつマジでクソ。ああ、理性とかないんだろうな。
なんでこの庭ソファーないの？おい、気をつけろ。こないだ父さんにバレて死ぬほど怒られてさ。私がいなかったからね。私がいれば平気。疲れてるし。で、スーの吸わないの？ああ、わかったよ。金曜だしな。せっかくやめたのにな。あ、じゃあお詫びに今夜は葉っぱなしね。どう？いいぜ。お前が代わりにヘロヘロになるのを見るのが楽しみだ。葉っぱといえば今夜の分はゲット済み。他に何いる？エリックによるとキャビンには何もないらしいし、持ち物リスト作んないと。はあ、おい何やってんだよ。動かないで。メモパッド君、まず必要なのは軍資金と食料だね。ポテチとかソーダみたいなの。これ落ちるやつ。そして忘れちゃいけないのがお酒。父さんの買い置きがあればビール持っていけるかも。冷静に考えたらさ、これメッセでいいんじゃね。うん、そうだ、ブランケット。今夜はすっごく冷えるぞ。ジェンとくっついて温め合わないと。あ、あとこれも。こう、おい、やめろって。もう書けねえだろ。これまさかあれか？一回実物見た方がいいんじゃねえの？そんなこと言っていいの？今晩何かある可能性は私の方が高いよ。言ってろ。飛行機うるさ。あいつら鬱陶しいけど、もし遠くに引っ越したら恋しくなりそう。世界ってすぐ変わる。なんか感傷的になるんだ。卒業した後のこと考えるとさ。親友でいてくれる？私たちの世界がこの退屈な街より広くなってもさ。そんなの当然だろ。でもさ、別の大学に行ったりとか可能性はあるじゃん。いろいろさ。ネットがあるだろう。心がつながってれば大丈夫さ。心の友ってやつだ。うん、だよね。心の友で親友だ。さて、いい時間だし、今日のコーデ考えなきゃ。後で通話して。じゃ、また後でね。金曜の夜か。ああ、ちょうどいい。お前に用があったんだ。あ、何？忙しいんだけど。ライラに会った？来週ライラと映画に行くんだ。ライラは？おい、うるさいぞお前。たくガキのくせに。ライラに見捨てられるぞ。どうも父さん、いつも助言ありがとう。気にするな。でだ、実は裁判官を探してた。お前に任せたい。マジかよ。ねえ、ずるいよ。裁判中だぞ。さあ裁判官、裁判を始めよう。件名は最後のチョコクリスプ事件。いや、時間ないよ。あ、パーティーの準備とかあるし。だから。そのパーティーとやらにどうしても行きたいならやることやらんとな、裁判官殿。ああ、クソ。ねえ、クソって言った。分かってる、言わんでいい。うん。さあ裁判官、
法廷と社会にお手本を示してやれ。そしたら騒ぐなりぐだるなり好きにしろ。さてこの最後のチョコクリスプ誰が食べるべきだ。毎週10袋は食べてる可愛い弟か、それとも哀れで疲れ切った父親、ガレージにこもり灼熱のエンジンのそばで家族のために働くこの俺か。僕お願いだって。決めるのは裁判官だ。では判決をお願いします。無罪はダニエルだ。よってチョコクリスプを与えよう。やった勝ったよし仕事に戻るか。エンジンが呼んでるからな。仲良く遊ぶんだぞ、いつもみたいにな。ねえねえ、僕も部屋でやることあるんだああ、ごゆっくり。さて、持ってくものを準備するか。これで。どうせキャビンに樽ごとあるだろうし。うん、代わりにこれ持ってこう。ダニエルはこれさえあれば生きていけるだろうな。リストにチェック。飲み物よし、次は食い物か。絶対立ち入り禁止。分かってるって、入らないよ。父さんはブランケットどこにしまったんだろう。ショーンか。ああ、上の空って感じだな。たく、今夜ははしゃぎすぎるなよ。なあ、そこでコソコソしてるついでに赤い棚の一番上の引き出しからレンチ取ってくれ。いいよ、待ってて。レンチないけど。しまった、別のとこに置いたか。探してくれるか。近くにあるはずだ。16ミリのフレックスリバーシブルレンチだ。たく、他にやることあるってのに。待ってて。今日サムが来たぞ。お前によろしくってさ。足治ったの？はい、あったよ、多分。違うな、16ミリを頼む。そうだ、国語の中間どうだった。ああ、それが B だった。 B? でもこれじゃない。違う、黒いスイッチがついてる角度を変えられるやつだ。
あったよ、多分。違うな、先が曲がるやつだ。じゃないとボルトにはめられないからな。ああ、もういいよ。こいつで何とかしてみよう。何とかなるはずだ。うわっ、くそ。勘弁してくれ。ったく。いいことを教えてやる。レンチで検索しろ。発見があるかもしれないぞ。好きじゃないのはわかるが、手に職はつけんとな。芸術、スポーツ、機械、何でもいい。お前が夢中になれるものならな。いつもそう言うけど、何のため？そりゃ俺が引退した後に面倒を見てもらうためさ。引退すんの？いつかはな。んでメキシコに戻るかね。プエルトロボスに。またいつもの話か。お？卒業前に車を用意してやってるのにひどい言い草だな。ああ、父さん、ありがたいけど、まだ運転苦手なんだよ。早く慣れないとな。卒業パーティーにバスでエスコートする羽目になるぞ。そんな相手なんかいないよ。ダニエルっていうお邪魔虫がいるんだから。9歳だぞ。お邪魔虫の自覚なんかありゃしないよ。頼られてるんだから助けてやれよ。それが家族だろ。この国も風向きが怪しくなってきたしな。ところでさ、待ちくたびれたぞ。パーティー用の小遣いの話だろ。正直に答えろ。いいか、小遣いで何買うつもりだ。酒か。まあそうだね。でも友達ん家だし、誰も運転しない。約束する。じゃあどうやって帰ってくんだ。まあいい、お前もライラも酔っ払ってフラフラしたやつの車に乗るなよ。40ドルも？マジで？ああ、まあな、庭の芝刈りもやったし、それに俺に嘘をつかなかったしな。ありがとう。気をつけろよ。無事に帰ってくれば何も言わん。お前くらいの年の頃はいろいろあるからな。10代の頃結構遊んでたの。悪いが、そういう思い出はメキシコに置いてきた。ほらもう行け、俺の気が変わる前に。家にいるうちはダニエルを見ててくれよ。分かった、ありがとう。おいおいおい、一つ忘れてるぞショーン。このナイスなパパにハグしてかなくてもいいのか。楽しんでこいよ。ま、ほどほどにな。そうだね、そうする。じゃあね、父さん。また後でな、ショーン。若い頃の父さんはすごかったんだろうな。話してくれないけど。1枚くらいなくなっても大丈夫だろ、父さん。パーティーには定番のこいつが欠かせないよな。ライラが葉っぱ持ってくるって言ってたな。覚悟しとくか。
悪いなら、いやいや、ストーカーはよせって。ネットには意味不明なものがたくさんあるな。いや、持ってったら父さんにぶちのめされる。パーティーにもっとまともな食い物があればいいけど。こっちのがいいか。全部揃ったぞ。リュックに詰めよう。おい、ダニエル、開けろ。なんで？いいから。わかったよ。何やってんだ、フランケンシュタイン博士。チョコクリスプありがとね。そりゃ兄貴だからな、たまには。そのハサミは？秘密、まだ言えない。入っちゃダメだよ。事件の匂いがするな。手遅れになる前に救急車呼ぶか。そうだね。これだけは言えるよ、3日後僕の仮装を楽しみにしてて。今年のハロウィンはすごいよ。ねえ、パーティー行くんでしょ、エリックんち。ライラも来るの？答えは全部イエスだけど、お前はノー。子供は留守番してな。ライラならいいよって言うのに、お兄ちゃんより優しいし。ライラ、僕のことなんか言ってた？お前と結婚するってさ。うるさいな。てか、別に行けなくてもいいもん。だって僕もやることあるし、一人で。はいはい。ダニエルはいつも何か企んでる。今度は何だ？これで準備は OK。 パソコンでライラに通話しよう。ハロー、ショー。ちょっと待ってて。どこ置いたかな。待ってて。よし、オッケー。
リストのもの全部見っけた？全部リュックに入れたぜ。父さんに小遣いもらったし、準備万端だ。他に必要なものある？あんたとジェンに必要なものがあるんじゃない？さてマジな話、今日ジェンとどう話す気？さあな、考えてない。練習しろってか？絶対した方がいいよ。ねえ、本気で好きなんでしょ？ああ、うん、だからビビってんだ。ジェンってほらめっちゃいい子だし。かわいい。ま、自分らしくしな。それで好かれてんだし。そう、ねえこれ見てよ、ゾンビの血作った。コーンシロップと着色料で。お、やあライラ。出てけよダニエル。僕はただ、まったくもう、ただノックしろってこの前言ったのに、もう忘れたのか。いい加減にしろ。とにかく、あんた最低。なんてことすんの？でもゾンビの血見たかったのに。あいつと住んでみな。俺の気持ちがわかると思うぜ。とにかく、そんなんだからまだ童貞なんだっつの。でも今夜でそうじゃなくなるかもね。フラグ立てるなよ。失敗フラグ？バキッと折ってあげよっか。頼む。でいつ来るんだ？まずママから車のキー借りなきゃ。あんま嘘つかずに済むといいけど、この前怒られたし。今回は見つかるなよ。ええ、見せて。ちょっと待ってろ。最高傑作の予感だろうね。私の似顔絵だし。うお、ねえ、ジェンが今夜の衣装アップしたよ。え？ SNS に上がってる。見といた方がいいよ、多分テンション上がるよ。うお、髪やば。うお、でしょ？あんたが好きなんだって言ったじゃん。つってもこれ俺と関係なくね。そのうちわかるよ。わざとじゃない、やめてよ。触んないで、ハロウィン用なんだ。見たよショーン。結婚式いつにすんの？おい、やめろって。ただのハートだろ。髪が好きってだけだ。大した意味ねえよ。ああ、そう。やめてってば、お父さん呼ぶよ。ちょっと待って、外でなんか起きてる。え、どういうこと？ねえ、この服どうしてくれんだ？そんな怒らないでよ、ハロウィンなのに。おい、弟に何してんだ。触るんじゃねえ。うるせえなディアス、俺の服に血のりぶちまけたんだぞ。見ろよ。わざとじゃないって言ったじゃん、ほっといてよ。パパのガレージに隠れてろ。このチキンが近所迷惑なんだよ。悪気なかったってのが分かんねえのか。こいつはまだガキなんだぞ。なあ、アホガキだよな。は？今なんつった？言葉通りだ、間抜け。弟に二度と手出すなよ。なんだ、パパに告げ口するか。ふざけんな。てめえとやり合うのに親なんか必要ねえ。は？やんのか。来いよクズ野郎。人の国で調子乗んな。ショーン、何してんの？中入ってろ。ショーン、殺してやれ。お前ら全員無償に入っちまえ、負け犬が。何？どうしたの？やべえな。ダニエル、こっち来い。ショーン、大丈夫なの？おいおい、離れろ、早く。違うんです、お前らさん。黙れ、いいから離れろ。動くな、伏せろ。違うんです、こいつが。悪いのは弟に手を出して。早く手を頭の後ろに回せ。何なんだよこれ。おいおい、ショーン、何があった？おい、伏せろ。俺たち何もしてないんだ。静かに。本当だって。お前さん、黙れ。話を。ごめん父さん。お父さん、黙ってなさい。助けてよ。二人ともいい子なんです。動くな。何かの間違いです。動くなと言ってるだろ。やめてよ。
何もしてないって。ダニエ、大丈夫だからな。地面に伏せろ。父さん、そんな、なんて、ダニエル、おい、起きろ、ダニエル起きろ、逃げるぞ、おい。ダニエル、ここじゃ休めない。先に進まないと。膨れっ面してないでさ、行くぞ。でも、だって足痛いんだもん、この靴のせいで。しかももう4日も歩いてるし。は？2日だ、バカ言うなよ。橋の下なんかで寝たから背中も痛いし。ああ、俺もだ。同じだよ、文句言うな。疲れが倍になる。キャンプってこういうもんなんだよ。家でダラダラ、部屋でゴロゴロ、そういうんじゃない。つまり本物の冒険だな。だから行こうぜ、冒険の始まりだ。ほら、父さんは？ダニエル、頼むよ、行かなきゃ。なんでお父さんいないの？みんなでキャンプ行きたがってたじゃん。ああ、でも父さんは来れないんだ。前も言ったろな。分かった。でももう歩くのはやだ。自分の部屋に帰りたいよ。そうだな、わかるよ。でも学校行かなくてもいいんだぜ、だろ？うん。それに、ああ、みんなに教えたら絶対驚くぞ。超歩いたなって。本当？
お父さんも驚くよね。歩いたのって多分100キロくらい行ったかな。いやいや200キロだろ、感覚的に。おお、僕たちすごいね。でも次はショーンのみたいないい靴買ってもらおう、お父さんに。ビッグフットになるのに靴いらないだろ。今は狼になりたい。あおー、一緒になろう。ああ、それもありだな。じゃあ遠吠えは練習な。ああそうだ、これから文句言わずに歩けるかテストしてみようぜ。ん？ショーンも文句言ってるじゃん。言ってねえよ。俺は、よし鬼ごっこだ、逃げろ。待ってよ、ずるいよ。知るか。いいよ、僕はゾンビだ、お前を食べちゃうぞ。ぐわー。やめろって、もう二度と言うなよそういうこと。はーい、着いたらすぐに教えてやるから。俺だって疲れてるんだ。ダニエル、この辺キャンプにちょうど良さそうじゃないか。他にもいろんな人が泊まりに来てそうだし。気味悪いよ、誰もいないし車も通ってないじゃん。仕方ないだろ、ちゃんと守るから。